はい、皆様こんにちは。リットドゥンケルハイトでございます。陸に答えて実況プレイ戦国バサラ4、長政様の戦国創生続きをやっていきたいと思います。前回はじっちゃんのところに、島蔵じっちゃんのところに来ました。追いかけっこがな、失敗しちゃったな。ヨシテルの傘下から抜け出すなんて、おう、ずいぶんと思い切ったことをしたものね、長政。おお、むやみに動いたのは姉上が先だ。避難されるいわれはない。似たもの。なぜ止めようとしなかったのだ。完璧な男とて見やり続ければ飽きが来るものよ。おい、わらわはわらわのしたいようにしてるだけ。まあせやな。なんとも姉上らしい答えだな。ならば私も己が信念のままに突き進むのみだ。そう、わらわを得たいというその心のままに。なんで、うん、な、何だって。そうでしょ、天下人となってまでわらわを離したくないなんて。違う、話を聞け姉上。長政様、それは悪だわ。せやなせやな。さあ今回はまあ前回も言った通り、恩賞の都合上ここが一番いい感じなんで、ここに参りましょう。では準備をいたします。前回なんかゲットしました？してるな。ドリキか、洞窟あったっけ。ドリキしかないか。洞窟は極みしかないのか。おいちは、何事もなかったかのように行きまーす。何事もなかったかのように行きまーす。ここはまず左右の陣を、なんか今アクセントおかしかったな。左右の陣を守らないといけませんね。来ましたね。その後は、しかし陣を潰せるかどうかですけれど、まあ余裕があったらっていう感じでいいでしょう。上杉全軍み込みなさい。多分これ今回は多分あれですよね、名前出てこねえわ。大はおーとさ、このもやこそそなたたちのマダイ。バーッとダッシュしてもいいんかな。反応しない方がいいかな。もはや向こうの陣のあれのことも考えると、こっち行こうか。おいちがあれしてるし。剣心様、あなた様と共に荒れるだけで、ほう、私はほう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 。あ、向こうの陣早速殴られている。とりあえず殴り潰したから。待って待って、本当に待って、早いね本当に。あ、でも意外とあれだな。痛いです。結構固めですね。よいしょ。オッケー。なおえ影ってなったのかな。あ、来てらっしゃるの。それは殴りに行って、どうしようかな。なんか、コロコロしてるけど。殲滅占領が来てないから、ちょっと余裕を持って行ってるけど、向こうに来ているな。よいしょ。じゃあ、戻りましょう。よいしょ。ああいう赤いやつも結構めんどくさいんでね。人対象とか。人対象じゃねえか。人者。ほほほ。ほい。落ちてますね。占領はあれだけのはずはないと思うんだけれども、来てますね。そういう。右から。さっさと来るか。来そうかな。直江さんがなぜかこのタイミングでやってきた。ものすごい勢いでカメラが回っている。一体どういうカメラなんだろうか。カメラマンは一体何をしているんだろうかみたいな。レールでも引いてぐるぐる回ってるんだろうかみたいな感じだけど、レール見えませんね。なんということでしょう。いつまでたってもカメラは合わない。とにかく目立つ、絶対目立って、主人公無言即殺。あ、帝に捧げ立てまつろ。やったー、俺は目立った。まあ目立つ死に方はしたと思うけど、ちょっと向こう行こう。誰かいなかったか。気のせいだよ。
気のせいだよと、やっと言って、よし、ほっほっほっ、占領占領占領、オッケー。で、左のやつを一応殴ろうか。よいしょ、左からあれ出てくるかな、また占領は。ほっほっほっ、第2波解放される。第2波から占領が左側に出てますね。よし、さあすぐ出ない。またもう一人戦力来てんな。ちょっと左、待って、このタイミングで威力、寝てないで、おって、よし、ちょっとダッシュで戻るわ。あーん、痛い。いや、これすぐ戻れるか。お、いいね、いいね、いいね、一石にはいいよ。ナイス戻りだ、ナイス、ナイス、ナイスじゃん、ナイスじゃん。歌うな。一がずっとそばにいるから、お、歌うな、音痴だと分かっているなら歌うな。痛い。よいしょ、おーらー、占領が来ている。一旦スルーか、もう、なんか挙動がおかしい、挙動がおかしい。待って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 、寝てないで。いいね、いいね、いいよ、それいいよ。ちょっとこれは、ギガ、ギガじゃないですね、行きはちょっと春日ちゃんに置いておきましょう。今んとここの辺は大丈夫ですね。ほっ、十文字、ほら、いいね。左から来てるけども、春日ちゃんが先出てくる。でも春日ちゃんは陣あんま気にしてなかったと思うんだけどな、どうなんだろうな。だから、やん、お胸がプルプル。だからこそ私は、でもなんかあんまりこう、こう見るとそこまででかくないっすよね。剣でありたい、あれかな、マリアさんとかがでかいから比較で若干ちっちゃくされたのかな。おー、待って、占領、占領、占領が来てるから先に。怖いよ。どこだ、どこだ、どこだ、春日ちゃんどこだ。いたーっと、あ、なんかたまたまだけ殴ったわ。待って、占領が来ている。情はあるようだな。正義よ、その言葉ありがたく頂戴するとしよう。ごめん、話聞いてなかった。思い通りにいかぬ苦悶、その身で味わうがよい。はっ、春日ちゃん、春日ちゃん、あぶねー、ホタルビやめてー。うん、秘伝もなかなかのものであったと認めてやろう。速殺が出ない。己を誇らぬ。あー、行きばさらが間に合いませんでした。めっちゃ避けられてる、難易度難しいやのに避けられているなんていうことでしょう。左から来ているけれども、こっち今左にいるから多分大丈夫と信じる。バサラ4はバサラ技も打たれないから大丈夫。オッケー、殴られている、サージン殴られる、よっこらしょ、オッケーです。他のやつからも殴られそうなので、こっちも殴って、右陣が今度危ないですね。ちょっと待ってね、この辺殴っといてもらって、まあ余裕はあるからいいんだけどね。まだ来てんな、占領。ほい、オッケー。はい、結構この時点時間かかるんだけど、でもなぁ、雪組の一員として名を馳せるんだ。どっちが早い。おー、橋だ、我らは迷いに打ち勝ったのだ。そうかい、あぶね、右陣殴られてんだよな。オッケー、いやー、殴られる殴られる。もうそろそろ占領は終わりだと思うので、危ないよ、三陣が崩れるよ。オッケー、この辺の敵をふにゃってやって、ほい、オッケー、ほな普通にまだいるやんけー。待て待て、どこや、おった、おいしょー、こうやっといてサクッといくのもいいけど、やっぱりここはあれ全部おにぎりなんだよね。ここはやっぱり陣を全潰ししてから行きましょう。
少々怖いですね。奴の泣きどころを見極めよ。よこらしょ。慌てるな。来い。つぶさに戦況を報告せよ。いや、殺さそうだったな。にじらぬよう追い払います。合戦です。出てこねえ。はあ。ああびっくりした。おお微妙な遅さが。あ、オッケー。破れまいと失したな。それでこそ送るべき悪だ。いや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 。おらららら。威力全然やってねえな。まあ威力はな、できれば武将戦の前にやりたいし、なんか殴ってたら勝手に威力溜まったりするし、あの辺は先行入ってないかな。おいしょー、入ってなーい。あ、これは先行入ってないかな。先行欲しいんだけど、あ、先行じゃない、これ先行ちゃう。先行が欲しいよー。よいしょ。いや、あまりあいつを見習わない方がいいと思うけどな。あれは悪い例だと思うけどな。おお、危ない。あー、早かった。うっせん。そういうことは戦がない時にでも言う。あー、タイミング。よいしょ、周りが。うん、はっ、いったやろ。オッケー、ギリギリやったね今。あー、危ない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 。タイミングが、タイミングがずれそうで危ない。あぶねー。この辺にゃーってやっといて、まだ侍大将だったしな。これはちゃんと陣を潰していかんと。どうだろうね、これはね。よし、来金もったいないけどしょうがないな。インドだしな。ほいしょー、潰しといて、青も、青の中には閃光が入ってる可能性があるから、よいしょ。入ってないな、これは。んで、ちょ、降りないでね。ほんで、陣、まあ、いっか、とりあえずこれ飛んで、飛う。なぜ笑う、なぜ笑う。そう、ちょっとこの辺、よいしょ、ほい、殴れます。ゆっくり。ちょっと早め、あ、早、あ、もう一回、オッケー、よし、いいよ、テンポは非常によろしい、テンポは非常によろしい、ちょっとこの辺周りを倒させていただきまして、ほいしょ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 の方がしょ、よし、ほう、ほう。全然閃光入ってねえな。閃光が見当たらん。なぜかしらね。ん？誰かいる。うん。ほい、ほい、ほい、オッケー。ほい。ほいっと。あれ、右に繋がってるの多分ジャンプ台だと思うけど、なんでこっちだけあるのかね。よいしょ。ほっ。おい！今若干失敗したからって言ったよ。違うやつ弾いたからって思ったわ。オッケー、いいよ、テンポよろしいよ。でも先行上がらないね。あ、特殊室、あ、特殊室、あ、先行ダメもなかった。あれ、そんな、なんか、言葉してたみたいな感じに見えたけど、気のせいかな。侍大将について先行ダメだっけ、そんなだったっけ、もう覚えてねえわ。こいつも頑張ってね。オッケー。おぉ、かっこいい。山本さんもかっこいい。オッケーかな。ほとんどやったと思うけど、まだここに青いの残ってな。ねえ、これ山本さんも結構リーチ伸びてるように見えていいよね。実際伸びてるのかどうかはわからんけど。よいしょ。これ届くか？届いたね。入ってないか。入ってないのか。これは真横に行くジャンプ台だよな、多分。あ、そんなこともなかったか。あ、でもなんかこれ使ったような記憶があるな。なんか、いや、なんかどっちだったろうな。よし、じゃあとりあえず行きましょう。よいしょ。これは又部さん乱入バージョンだから、まあ、だからなんだってわけではないけど、この階段の上何なんだろうね。
この日の元封鎖されてますけど、階段封鎖されてますけど、どうせ行けないんだから封鎖しなくてもいいじゃない。めっちゃ登ってみたいけどな。そなたは誠の主なりよ。ん？何とか言って。危ないよ。ちょっと言う、アダムのアイシクルコフィンだったら凍っていた。アダムのアイシクルコフィンだったら凍っていた。あぶねえ。あぶじゃっちゃったい。ふっ、もうできないか。うん、人の規制を立場で計るな。虚しきこと。でも威力のこと忘れてんなー。めてめてめて。苦難は続くでしょ。いいよいいよ、しばらくあれしとけ。オッケー。そういう、そろそろくっそ、そろそろ私はなりたい。ほっ、あ、吹っ飛ばしたけど意味がなかった。危ねえ危ねえよ。来た、又部さん。先に又部さんを倒さないと終わってしまうから、又部さん先に倒そう。又部さん、よいしょ。うん、問題は天使様が、そうだな、これギガ使うわけにはいかないのか。そうなると先に、あ、あ、大丈夫、大丈夫、このタイミングで、よいしょ、こうしといて、ここで生きバサラを放ちの大将軍まで来たから温床のことは考えなくていいし。見えてないよ、見えてないよ、全然見えてないよ。 OK、 いった。もう倒したけど。ふんで、どこだ、いた、むっ、よいしょ。わからん、わからん、無言速殺、わからん。わからん。最後の殺遅いのかな、ずっとテンポよくやってるけど多分遅いんだろうなって思うけど、痛い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 。なんかもう無で殺しちゃいそうだ。無、うん、そあ、殺す来た。でもめっちゃガードされた。好みの色か、そういた、汚れなき白や銀といったところか。おら、おお、いいね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 、素晴らしいアングルだったよ今。いいよ、盾を飛ばしたアングル素晴らしい。無言速殺難しいな。最後がどうやって、何さっきの成功もなんか、なえ、なんで成功したのかわからんし、連続で発動した理由もわからんし、わけがわかりません。本当にわけがわかりません。しかもあんだけやったのにめっちゃガードされていて全くダメージ入ってないっていうな、悲しいな。私はここにいるぞ。せめてガードブレイクぐらいして欲しかったな。はい、まあ大将軍まで行ったんで、よしとしましょう。イエーイ。あと、どうしたいち、待て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 、何をそんなにむくれて、むくれてる、お、一がむくれちゃうとか、かわいい、かわいいよ。さあ、ラストは何のステージになるかな。のため川中島へ奇襲をかけましょうぞ。は？は？は？え、足利さんはどこだ、いいんだ。あー、武田くんがもうバコバコやってしまったんですね。どうした位置、そうか、足利さんの流れになると思ってたんやけど、ならへんか、そうか。はい、では次はラストこちらに行きたいと思います。今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。